左翼が大炎上、電気代値上げで死に滅裂に。いわゆる左翼が19日についたにて、東北電力の電気料金の値上げについて、このような紹介もしたくないような暴言を吐いてしまい、批判が殺到し、大炎上してしまっております。こちら、このいわゆる左翼は、原発の再稼働にも反対しているため、さらに批判が出ておりますが、今回の値上げに関しては、東北電力は、 何も悪くないのに、なぜ給料を減らさなければいけないんでしょうか。それもこの物価高騰の中で給料を減らすなどありえないでしょう。現状、東北電力の原発は全て止まっていて、女川原発2号機が来年2月の再稼働を目指しており、再稼働できれば1000億円程度のコストが削減できる見込みでございますが、 東北電力が公開している資料を見ても燃料価格の高騰が確認でき、その結果大赤字となってしまっておりまして、さらにすでに東北電力の人件費が削減されていることも確認できます。この状態で燃料費を電気代に反映できない場合、東北電力は倒産してしまいますので、まあ、そうしたら大停電が発生してしまいますけども、 電気代の値上げを批判したり、反原発を主張されるのは自由ではございますが、もう少し、感情論以外で、まあ、広く国民の皆様に納得していただけるような主張を行われてみてはいかがでしょうか。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました